私ちゃんはさ、ぶっちゃけただ自由な恋愛がしたいだけなんだよね。あ、誰とでも恋したいって意味じゃないよ。大好きなカレピとの関係をみんなが認めてくれたらそれでいいの。でも、今のままじゃ無理味が深いんだよね。どうしたらいいのかはまだカレピと考え中って感じ愛ヒ姫ナ、14歳。 好きなものはネイルと面白いこと。最近上浜市に引っ越してきて、わかんないことばっかだから、いろいろ教えてよ。たり前やらー。<laughs> うんうん。いい感じに漏れてるじゃん。この調子で上げてこ。これだけ強くなれば、てっぺん取るのも余裕だったりして。<laughs> 私ちゃんの話をしてもいいけど、そっちもとっておきの話を用意してよ。枯れピの彦君は口下手なだけで、誰よりも純粋で、賢くて優しくて、私ちゃんにとっては王子様で。って、やばっこれ、のろけってやつ一度だけ、彦く君が私ちゃんのネイルを褒めてくれたんだ。 そりゃもう嬉しくてさ、秋っぽいのに3ヶ月は同じネイルで頑張ったっけ。ヒコ君と並んで歩けたらって思うこともあるけど。まあ、今は何をしてても一緒なわけだし、ある意味究極の愛の形だよね。次はもっと強烈なクソデカ感情、喰らわせてあげる魔女になるとかどうでもいい。 ヒコくんといられることの方が大事。魔法少女になるだけじゃ、周りの奴らは変わらない。だからヒコくんとの未来のためにも、私ちゃんしか勝たんってところを示さないとだよね。私ちゃんは周りに認めさせたい。ヒコくんと自由に恋愛することを。だからてっぺんを取って、誰にも邪魔されないし、馬鹿にもされないルールを作って管理するの。 みんなはどんな顔するかなキャハッつー時間通りに来るなんて超優等生じゃん。花丸あげる。鳥も行こっか。ドラスト巡りもしたいし、カラオケも行きたいからね。 うーん。なんで朝ってこんな忙しいのせめてメイクと髪を盛る時間が欲しいんだけど。スムージーも飲みたいし、マジでやばみが深いって。お昼を買いに行くのもだるいな。そうだこれこれ昨日サシャからもらった一口チョコ。ワンチャンこれでいけるくないうーん。やば。お腹鳴りすぎ。 教官とかシグリンを誘って、ファミレスでパフェでも食べよっかな。うん。うん。うん。あ、ごめんね。今取り込み中。この時間はヒコくんとゆっくり話す時間って決めてるから、もうちょい待ってて。うっ、マスカラ落ちてんじゃん。こんな顔ヒコくんに見せられないし。 ちゃちゃっと直してくるから待ってて。魔法少女が魔女になることも、私ちゃんとヒコくんの今の関係も、望んだ結果じゃない。その辛さがわかるから、なんとか楽にしてあげたいんだよね。派手なしのミラーズには、私ちゃんも何回か言ったよ。魔法少女をコピーする魔女がいるなんて、やばすぎて逆にテンション上げみざわ 自撮りが下手でも、加工すればおけ丸だから。それじゃ、指でハートを作って。はい、キュンでーす。うんうん、キュンじゃん見て見てこのネイル可愛くない私ちゃんが自分でやったのシールとラメだけなんだけどさ、クオリティ高くなくなくない 写真撮るのにスイーツ食べまくってたら、教官に怒られた。ピエン。まあでも、体重も気になってたし、この際ダイエットでもやろっかな。あれスマホどこに置いたかなまたって言われるけど、しゃあないよね。シグリに電話で鳴らしてもらおう。ハグリンって普段はアワーはしてるけど、 年下の子に優しくて母性溢れるとこって男子からモテそうだよね。ギャップ萌えってやつ <laughs> <laughs> やると幼馴染みの関係性エもすぎ。この漫画を教えてくれたミオリンにマジで感謝しかない。今度何かお礼しないと。ママが私ちゃんを心配してるのはさ、結局ママのためなんだよね。 娘の私ちゃんがアタオカって言われるのが耐えられないんでしょう。サーシャには感謝しかないし、これから先何をされたって裏切れない。だって、私ちゃんに生きる希望をくれた、真面だから。待ってて、ヒコくんすぐ終わらせるからえ、もう終わりレベチだったか。 私ちゃんと彦くんしか勝たんもうちょいでてっぺんも取れるかもキャハッうん。うん。くん、そんなこと言ってくれるなんて。あ、ちょっと邪魔しないで彦くんが出れるとかマジでレアなんだから 持ち寄りパーティーもありよりのありほらほら、近くに来ないと映んないって。<laughs> ここにいたんだね、ヒこくありがとう。一生大切にするね。おかしいのはみんなの方だから。スマホの充電なくなったーピエン。 もう邪魔しないでよこれで二人っきりになれるね、被コ君。ちょっとちょっと、もっと喜んでよ